この度は、ゆっくりが世の中をお騒がせして、申し訳ございません。いきなり謝罪からかよ。このテンプレ謝罪、一度は言ってみたいじゃん。不安にさせてしまい申し訳ございません、みたいな。不必要な謝罪は、混乱のもとだからやめろ。あの会見もパッと見、謝罪会見みたいでわろた。ある事件を思い出すからやめろ。そんなこんなで、ニコニコで、ゆっくり茶番劇投稿祭、を、開催するんだってね。話し下手か。ゆっくり動画は、すでに10年以上の歴史と、80万本以上、かっこ、ニコニコ動画のサービスに限定、の、作品数を誇る、巨大な文化圏です。コミュニティが築き上げてきた名称です。ドワンゴは今後とも、関係各所と連携を図りながら、ネットクリエイターの方々が、安心して創作活動を楽しめる環境を守ってまいります。ってことで、また安心してゆっくりを楽しめるきっかけを、作ろうってことらしい。クリタやるやん。この動画も、ドワンゴの映像編集ができる社員が、初めて作ってみた動画だしね。社員頑張ったな。次回の動画では、ドワンゴ社員が選ぶ、東銀座おすすめランチ、トップ5を発表します。関係ないだろ。ということで、ゆっくり茶番劇投稿祭、始まります。どうせお騒がせするなら、みんなで楽しくお祭り騒ぎする方がいいじゃん。確かにな、これをきっかけにニコニコを知った人にも、動画を上げてほしいね。ニコニコに上げてない動画なら、YouTube や、他のサイトにすでにアップした作品でも、OK だって。ではみんな、ニコニコで、ゆっくりしていってね。